こんにちは、速稼塾の久保です。吉谷さん、まさにね、ミルクのね、牛乳の話題もそうですけども、何でもかんでもね、その通りなんですよ。私今ね、すごく思うのが、どっかから情報を取るから判断をミスったりとかね、裏付けを求めるから騙されたりするっていうところなんですよ。まあ速稼塾の中でよく言う、信頼の向こうに詐欺があるっていうんですけども、だからね、どっかに書いてあるからとか誰かが言ったからっていうのを当てにしちゃうとね、それをそのまんま鵜呑みにしちゃうと、それはもうすでに自分の思考ではなくて、あいつに騙されたとかね、そういうことになっちゃうわけなんですよ。結局最終的にそれを選んだのは誰ですかってことに常にね、自分に刃を向けていくと、誰のせいにもできないし、自分が選択した人生そのものなんですよね。表も裏も、うまくいくこともうまくいかないことも全部自分から始まってるんで、自分で回収せざるを得ないんですよ。だからこの YouTuber さんが言った通りにやったら損しましたとかってね、だからそういうものが見抜けないんだったら、やるべきではない、信じるべきではないですし、そもそもね、嘘を見抜けない人がなんで簡単に人を信じちゃうのかなと思うわけなんですよね。そこに大金を投じたりとか、だからお父さんとかお母さんに1万円のお小遣いもあげたことがない人が、見ず知らずの YouTuber に何十万って払っちゃうわけでしょ。だから、ちんぷんかんぷんだなと思いますね、私はね。まずは自分の思考を高めていかないと何にもならないと思うんですよ。だから牛乳がね、有害なのか無害なのかっていうふうなことも、本当に自分にとってどうなのかだけですよ。まさに私は牛乳は全然美味しく飲ませていただいてるし、飲みすぎたらね、ビールでも酔っ払っちゃうように、牛乳も良くないんだろうなと思いますんで、飲んでね、1日にコップ1杯ぐらいだと思いますし、そもそも牛乳いつもいつも冷蔵庫に私の場合ないですから、本当に稀になんですよね。求めた時だけ飲むみたいな。ヨーグルトも同じですよね。ヨーグルトもいつも冷蔵庫にあるわけではないですし、乳製品たるね、アイスクリームとかもいつもあるわけじゃないんですよ。だからたまたま飲んでる時に、あ、牛乳体に悪いんだよって言われたら、この一杯すらダメなのかみたいなね、何なんだよと思っちゃうんですね。でもね、本当に牛乳に対してそういうふうな精神的にアレルギーを持っている人とかいますんで、そういう人とは合わなくなってくるんで、いいんじゃないかなと、排除されていくんで。でそもそも、私が牛乳飲んでもあなたには迷惑かけてないでしょ、あなたのお腹が痛くなるんですかって話じゃないですか。だから勝手にやらせてくれみたいな感じですよね。それだったらあんたの親父の晩酌を注意した方がいいんじゃないのみたいなね、アルコールが体に悪いっていう風なね、体で。だから結構ね、あれこれと人のことにはケチつけるけども、自分のことを顧みないっていう方が、普通の人なんですよね、やっぱりね、一般的に。私もその普通の人の一部なんですけども、でも私はね、人が何やってるかあんまり興味ないんですよね。そこまで興味ないっていうか、なんだろうなと思いますよね。牛乳飲みたいやつは飲めばいいし、毎日ね、何十億リットルと牛乳って生産されてるわけでしょ。で、乳牛業者の方もいるわけでしょ。いろいろあっていいんじゃないですかね。それこそ覚醒剤だって誰かが作っていて、流通させていて、買って、使ってる人がいるわけですよ。なんか様々ですよね。だから法的にどうなのかとか、自分の好き嫌いなのかみたいな話になってくるんで、マーガリンとかバターとかね、キャノーラ油の問題とかね、もういちいちね、勝手にしろみたいな感じですよ。自分で調べて自分がベストだと思った方法を取ればいいですし、それをね、いやーいけないんだみたいなね、おせっかいになっちゃうんだね相当仲がいい人にだったらね、やっぱやってあげればいいですけども、さすがにね、私がね、焼肉食べてるとこ見て、焼肉はね、すごくトランス脂肪酸が入ってるんだよみたいなね、語りが始まる人がいるんですけども、そういう人って二度と食事をしないですね。私はね、体に美味しいものとか、体に一部刺激があるものって、やっぱり有害なものも込みだと思うんですよ。いいじゃないですか、それは。長生きが目的じゃないですから。限られた命をどう楽しむか、どう命をね、粗末に使っていくかだけなんですよ。命を大事にしていけば、何も起きないですけども、病気にもならずにね、誰とも会わずにね、感情も抱かずに死んでいくだけと、それでいいんでしょうかって話ですよね。多少は体を傷つけながら、心を傷つけながら、命を粗末にしながら、生きていけんじゃないですか、それは。ね。はい、じゃあ以上です。